香川県立高松高等学校は香川県高松市番町3丁目にある公立高等学校。通称は高高。高松高校では生徒会イコール生徒全員で運営するものとされているため、会長、副会長などの役員は生徒会本部役員と呼ばれる。生徒会役員選挙は毎年5月中旬と11月中旬に行われ、会長。 副会長を決定する前期生徒会が手掛ける主な行事は、文化祭、秋のクラスマッチ、教育文化祭への参加であり、後期生徒会は、冬のクラスマッチ、新入生歓迎行事、体育祭を運営する。なお、文化祭、生徒会総合誌、玉水の編集、全後期クラスマッチ、体育祭の際には、それぞれ文化祭委員会、玉水委員会、 クラスマッチ委員会、体育祭委員会が各クラス選出の委員をメンバーとして立ち上げられ、直接の企画運営などにあたる。第28代までは生徒会長ではなく自治会長という故障だった。1950年9月に日本初となる女性自治会長が誕生している。また、直属の交友会のみならず、各クラス学級委員による生徒委員会を 直属組織に持つ。部活動を行う団体を、交友会と呼び、部活動のことを交友会活動と呼ぶ。交友会には、生徒会直属委員会、運動部、文化部がある。体育祭、文化祭、クラスマッチにあたっては、委員会が設けられ、生徒が自主的に運営する。コーチは高松市中心部に位置する。ありがとうございます。